して後閣下の行方が知れない。当時閣下は落城の趣味についていたという。そこで幼女の失念に巻き込む。その時の閣下の様子を知る者は討伐軍にはいない。となれば方法は一つしかなかった。すなわち閣下が落城に赴いたという。以前芝居は妖魔に包囲された落城を解放する作戦の指揮を取っていた。だが手間取ったために閣下が縁。そのことを知った加工トンは猛将本田忠勝とともに芝居の過去に飛んだ。二人の部を合わせ援軍の必要がないほどの大勝を得る。我が希望をもってしても手駒が足りねば覆せぬ状況もある。故に前回の歴史では閣下殿の援軍を待たねば。ふん、御託はいらん。閣毛徳は奴を援軍によこそうと思わぬほど素早く。それだけだ。承知。猛将加工トン殿と戦つ。ふん、言ってくれる。なら新しき未来を。補給路を抑えられ兵の士気が上がらぬ。援軍を待たずにこれをどう覆す。わしの出番か。ただ武にて道を開くのみ。同感だ。考えても始まらんなら切り進むのみよ。その分、平血の二重をいただくに足る。するのだ。それは忠勝が参らん。そろそろいいとこ見せとかないとな。俺も言っとくか。これ以上の隙にはさせん。俺様が止めてやる。程度の妖魔相手に何たるざまだ。武人の誇りがあるならば俺に続け。おお、加工トン将軍に続け。おお、一段と冴えておいでですな。メッセ。
上演とかありえないっしょ。どうした、敵は眼前にいるぞ。死にたくなくば戦え。覚王権将軍。将軍に遅れるな。我が手にトンボ切りある限り開けぬ道はない。すげえ、なんて頼もしいんだ。やれる、俺たちもやれるぞ。流れが来たな、一気に押し返すぞ。ところまで来ちまったんでな、覚悟してくれるか。お給料解放したか。でも遅れは取れんな。これで士気の心配はなくなったな。あとは敵本陣に突っ込むだけだ。これだけ人間を倒し尽くせるな。一段と冴えておいでですな。見事、その分英傑の虹をいただくに至る。お前こそ真の三国無双だ。目の覚める戦ぶり、お見事。鉄の虹をいただくに至る。出番じゃない。私の出番か。制圧した、援軍の必要はないとな。
これでまた過去を変えることができたな。いや負けなどは援軍。これで角下殿は繁盛で再び時を超え繁盛での戦いに臨むのだ。これをやろう。これをくれて受け取られよ。やるではないか。ほう。